本当に注意されていた襲名ができることを感謝しています。2024年まで続きますけども、楽しみにしていることありますか？やっぱ僕はやはり僕は歌舞伎が好きなので楽しみにしています。小先輩方と一緒にこう舞台に立てる喜びと、また同輩後輩たちと一緒に新たな道を歩める喜び、そしてまた勸玄のような世代、まあ、今回はそのせがれが新之助になるわけでございますが、彼も申し上げました通り、2年前ですとウイロウリという演目が中心でございましたが、2年半という月日が流れたことによりまして、彼も歌舞伎を見て私のお芝居も見ながらこれをやってみたいという気持ちから、なんと12月には本人の意思で久米寺壇上という、もう本当にとても大変なお役を本人も挑戦するという固い意志を持って、もう2ヶ月3ヶ月前からお稽古してますんで、自分のこともさることながらせがれがどのように舞台に向き合うのかということが、まあ楽しみです。勸玄さんも本当に大きく立派になられましたよね。海老蔵さん、いかがでしょうか？そうですね、やはりその2年半というのはこの年齢にとっては大変大きい時間でございます。まあ、もっと早くにっていう親心もございましたが、やはり2年半経ったことによって、まあ、同じことですけれども、やはりそのコロナ禍の時のお正月の新橋演舞場で毛抜きを私が務めさせていただいて、その後に娘が踊って、せがれも踊って、その時にその毛抜きを見ていたんですね。でそれでまあなんか口ずさんでるうちにやってみたいというような時間は、やはりコロナ禍で延期されたからこそ賜われたことだったなと。これがまあもし仮に2020年に襲名し名前を新之助になっていたとしたならば、現時点で毛抜きに挑戦することはおそらくなかっただろうと。やはりこれはそれをまあプラスに変えていくような努力をしていくべきではないかということで、まあ、彼の意思も尊重しながら会社の方とも話して決まりました。これは海老蔵さんからご覧になっていかがでしょう？はい、演じるのに難しさというか。大変難しいお役です。到底その9つではできることではないかなと思います。しかしながらば、祖父だ、彼のより祖父、つまり私の父、十二代目市川團十郎が大変得意としておりまして、やはり覚醒遺伝というか、やはり私もどちらかというと祖父に似ていたりとして、父も毛抜きが得意で、彼もどちらかというと祖父に似ている雰囲気がございまして、まあ、おおらかなんですね。やはりそのおおらかというものは歌舞伎十八番にとって大事、そして毛抜きの久米寺壇上というものを演じる上では持っていないといけないこう資質なんですね。そういう部分はまあ彼にはまあ備わっているので、まあ、セリフのこと、動きのことはもう時間をかけてやっていき、今その稽古の真っ最中で、まあ、なんとか間に合うのではないのかなというふうに思っております。正面ブロックです。どうしようかな。正面で目線希望のある方いらっしゃいますか？今だ正面ブロックから下手の方へ。ただいま目線正面です。